はい、それではですね、ダイナモ今開いていったんですけども、一応配列だけ完成しているので、今からワイヤーでつないでいって、まあ、どういう効果があるのかっていうのをちょっと確認していければなと思っております。鋼線、糊線とか言ったりもするんですけど、面の、まあ、表裏であるとか、はい、まあ、上なのか下なのか、うん、っていうことを規定するために使われるんですね。問題をちょっと切り分けていきたいんですよね、うん、今のところ、まあ、こういうデバッグっていう、なんかうまく動かないっていうのを、うん、ざっくりバグと呼んだ時にそれを直す作業をデバッグって言うんですけど、なんかね、はい、結局ここでなんかこんだけ大騒動してやった、うん、ちょっとやってみましょうか。まず ER プラス T しかないんですよね。はい、それではですね、今日もですね、あの浜口講師に来ていただいて、ダイナモプライマーに沿ってですね、ダイナモを学んでいきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。浜口さん、今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではですね、前回どこまでいったかというと、この3ビジュアルプログラムの構造というところですね、まあ、ノードだったりワイヤーだったりライブラリー、それからプログラムを管理するみたいなところをざっと勉強していきました。でですね、今回はですね、この4番のところに入っていきたいんですけども、まあ、4の1データですね。データの説明もですね、まあ、前回していただきましたけども、まあ、ここであのリストなんですよね。ダイナモではこのデータというものをリストというものを使って表現しているというところで、シーケンスとかですね、こういったものをゲットアイテム、インデックスみたいなものをですね、勉強していきましたと。はい、でその下にですね、このデータの4の1の下の方に、まあ、早速そのデータを使用して円柱の配列を作成してみましょうということがありますので、まあ、こちらをですね、ちょっとこちらからやっていきたいなというふうに思っております。でですね、このダイナモプライマーでは完成形のファイルをですね、ここからダウンロードしてですね、自分のダイナモで見ることができるので非常に便利ですので、まあ、こういったものも活用しながら、ただ一応これだけだと答えだけなので、実際に、ね、作ってみて内容をちょっと確認していきたいなというふうに思っております。はい、それではですね、ダイナモ今開いていったんですけども、一応配列だけ完成しているので、今からワイヤーでつないでいって、まあ、どういう効果があるのかっていうのをちょっと確認していければなと思っております。まずポイントバイコーディネーツ、これがですね、まあ、ポイントが今1点あるんですけど、これがこのプレーン、平面っていう意味ですかね、バイ、そうですね、オリジン、ノーマル、うん、こっちの上の方に、突っ込みますと。でこのままでは変化ないんですけども、ここでですね、 Z のベクター、はいはい、ベクトルの Z をですね、このノーマルの方に突っ込んでるんですけど、はい、これあんまり意味ないのかなと思ったんですけど、なんか意味って分かりますか？アクシス、Z 軸の、まあ、多分これ単位ベクトルやと思うんですけど、はい、ノーマルっていうところに今入れてます。ノーマルって分かります？鋼線、まあ、糊線とか言ったりもするんですけど、面の、まあ、表裏であるとか、はい、まあ、上なのか下なのか、うん、っていうことを規定するために使われるんですね。で、今回その、まあ、Z アクシスが、まあ、その Z 軸の、まあ、多分プラスの方向ですよね、うん、を、まあ、2方線を設定してるんで、うん、まあ、このプレイン .by オリジンノーマル、原点の、まあ、方線、原点と方線かな、うん、でそのプレインを作りますっていう、うん、あのノードに、まあ、こっちの面が表ですよってことを、あ、まあ、指示してあげている感じですね。だからこれ多分、うん、こいつにマイナスをかけると、うん、まあ、反対方向 の、うん、あの Z 軸の、まあ、マイナスの方のベクトルとかができたり、あるいはなんかもっと中途半端な角度のベクトルとかにできたりすると思うんですけど、うん、そうすると面の向きもそれに沿った形になって、うん、なるほど、ちょっとネタバレになっちゃいますけど、うんうん、この後面があの円柱に伸びてくる方向っていうのがその面で決まる、その方向性を決めてるのがこのベクトルですね。これベクトル 0.0.1 ってなってるんですよね。これでいじれないみたいなので、この、うん、このノードは、うん、これをノード、このノードを配置することによって基本的にはもう Z のこの画面でいくと上の方向、プラス方向に、ね、これから作っていくよっていうようなところなんですよね。ありがとうございます。はい、じゃあこれそのまま平面を、今度はですね、これはサークル、サークルですね、うん、プレインラディアスということで平面のところ、平面のサークルにつないでいきました、うん、はい、でここでですね、ラディアスが出てきます。半径ですね、うん、これを今これラディアスって1個スライダー作ってるんですけど、うん、これ実はちょっとプライマーの後でも出てくるんですけど、ダブルクリックすると名前が変えれるんですよね。お、はい、でこれもともとナンバースライダーだったんですよ。ああ、でもそうですね、はい、なんですけど、まあ、こうやって増えていくと、うん、分かりにくかったりもするので、こういうふうに自分で名前つけると分かりやすいよという意味でですね、ここではラディアスっていうふうに名前を私の方で変更しました。いや、いいですね、はい、まあ、これはプライマーでもう書いてある通りなんで、うんうん、その通りやっただけなんですけど、なのでこのラディアスをこのこっちのラディアスの方につないでいくということで、ここのスライダーがですね、ラディアスになったという感じですね。ここで大きさが変わっていくという感じで、こういう感じで変化していくという感じです。
ですね。じゃあ次はですね、カーブのエクストルード出ましたね。はい、出ました。これをちょっとつないでいきたいと思います。このサークルの方をこのカーブの方につないでいくと、ちょっと前回も説明ありましたけど、押し出しですね。そしてですね、このディスタンスっていうのが、押し出しのディスタンスがあってですね、これをですね、これタイトの方がつながってるのかな、ディスタンスの方に、うん、あ、そうするとこの押し出しの高さ、うんうん、これがこのハイト、ナンバースライダーで変更できる。これもハイト、高さに勝手に文字を変更しました、うん、っていう感じで、次はですね、このカーブのエクストルード、押し出しの方を今度サーフェスの湿鹸、これは厚みですよね。厚みです、ね、はい、今つないだらこういう感じで厚みが出てきましたと。じゃあ厚みは今規定値が1になってますけども、これがですね、こっち側のシックネス、厚みのナンバースライダー、うん、ただナンバースライダーですけども、つなぐことでこの辺で調整ができるよという感じですね、はい、これで1個こういう円柱、真ん中の空いた円柱っていうんですかね、うん、こういったものが完成と。でこのナンバースライダーをいじることで半径だったり、この押し出しの高さだったり、この厚みだったりを変更できるよというところです、うん、はい、ここまでやっていきましたと。ちょっと戻りますけども、はいはい、ナンバースライダーの新しい使い方をちょっとこう、プライマーでは説明されてまして、うん、この矢印ボタン押しますと、こんな機能あるんや、こんな機能があるんですよ、出てきまして、はい、まあ、これ見る通りですね、なるほど、はい、まあ、ミニマム、マックス、ステップということで、うんうん、ここで指定ができるんですよね。おもろいですね、はい、だからここではマイナスにならないようにミニマムが0になってて、うんうんうん、でマックスはあまりにも大きくならないように2までですよと、はいはい、いう感じでこう設定ができて、うんうん、はい、ではステップはまあこの、まあ、0.01 単位で細かく刻み幅ですかね、はいはい、で細かく設定している、まあ、こういうふうに今ここでは設定してくださいっていうふうに言われています、まあ、こういう機能もあるんですごい面白いなと思いながら、ちょっと皆さんにも改めてご紹介したいなと思いました、ね、はい、はい、じゃあそれでは続きまして、この円柱をですね、たくさんこう配列していくっていう段階に入っていくんですけども、ここに違うファイルでちょっと作ったので開いていきたいと思います。円柱の配列、こちらを開いていきたいと思います。早速ちょっとこの円柱ですね、やっていきたいと思います、うん、そしてですね、今これちょっと完成形なんですけども、これを外してみようかな。あ、こういう感じです。こういう感じで分かりやすいですね、うん、先ほど1個の円柱を定義した時のがですね、この上のグループ化している緑のところです。で、新しくですね、ここでシーケンスを作ってですね、リストを作ったわけですね。これちょっと分かりやすいように色を変えてみましょうか。青色で新しく今回作って、でそのシーケンスをですね、こっちのポイントバイコーディネーツの X のところに突っ込むということで、たくさんね、配列、このシーケンスをこっちの X の方にぶっ込むことで、ダダダダッとこういう感じで、はい、いくと。もともとここはですね、ナンバースライダーがあって、それが X にただつながってただけなんですけども、こうやってつないだことによって、このナンバースライダーが置き換えられるというような説明がありました、うん、まあ、ちょっと分かりにくいんですけど、初めこうやってこうなってたものが、シーケンスを突っ込むことで自動的にこうこのワイヤーが切られるという感じですね。なのでこれはもう不要なので消しても大丈夫ですよみたいなことがですね、書かれておりました。ここでポイント Y、ポイント Z ってまた名前が変わってるんですけど、これもさっきと一緒でダブルクリックで名前変えただけですので、うんうん、元はただのナンバースライダーだったんですね、はい、っていうところでここまでやっていきました。でここでですね、浜口さん1個質問がありまして、はい、ここまで教科書通りにやっていったんですね、うん、はい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 、なんですけど、なんか違うなと思うことがありまして、はい、というのは、この例えばこの 3D ビューにしてみると、この円柱と円柱がですね、なんか重なっているように見えるんですね。ああ、はいはい、そうですね。プライマーの教科書を見ると、なんかどうもね、こうきちっとこのぴったり揃うというか、まあ、この絵を見てもらうと、きちっとこの円柱と円柱が接しているというような状況、端と端で端とね、うん、なってて、で数値を見てもですね、一応数値も合わせて1と 1.74、1.49 とかって、うん、まあ、一応こう数値もね、合わせてですね、やってみてるつもりの1と 1.74、1.49 とかね、うんうん、あとワイヤーの配列、ワイヤーのこのつなぎっていうのも結構確認したのに、うん、
なんか合ってこないんですよね。シーケンスのリストとかちょっと見ますか。そうですね、ちょっと最終のシーケンスのリストが同じかどうか、はい、まあこれ問題をちょっと切り分けていきたいんですよね、うんうん、今のところ、まあ、こういうデバッグっていうなんかうまく動かないっていうのをざっくりバグと呼んだ時にそれを直す作業をデバッグっていうんですけど、うんまあ、デバッグする時のまあコツとして、うんはい、今って全体がもう怪しい状態なんですよ。で、うんうんうん、人間ってそんなにいろんなこと同時にできないんで、うん、怪しい範囲が広いとしんどい大変なデバッグになってしまうので、うん、あのここから先はまあ問題ないはずだよねっていうのを、うん、あの確定させていって怪しい範囲を狭めていくようにしたいんですよね、はい、そうすると例えばどっかの途中の段階までは計算結果合ってるんだけどなっていうのが分かればそこより前あるいは後だけ、うん、あの疑えばいいので、まあ、少し楽になるんですよね、うん、っていう意味でこの青い、うん、あのグループの最後にあるシーケンスの、はい、ウォッチを見てみて、はい、その結果が、まあ、いわゆるお手本というか教科書の、うんまあ、データと一致してるのか、うん、ちょっとここ確認してみたいですね。はいはいはい、じゃあこんな感じで 0.2.985.96 だいぶちゃいますね違う、はい、ってことは数字がちょっとあそうするとだからここがもうおかしいんです、うん、これより前、はいまあ、これより後もあるんですけどまずここを直さないとっていうことなんで、うん、そこいつに関してはこれより前だけなんで、うん、なるほど、後は関係ないですよね、はい、これでもあれですよね、なんかちょっと気になるの実数値というか、うん、あの何小数点以下の、うん、小数部、はいは完全に一致してるっていうのはちょっと気になりますね。あ、なるほど。あれちょっと拡大してもらってできます？このプライマープライマーのとあのね、はいはいはい、掛け算2つある、はい、2つあってこれこっち多分あ足し算なんじゃないですかこれ。あ、これはい、僕の方はわからないですけどこの乗算濃度を掛け算濃度2つ置いてますよね。ここ2つ置いてますね。あ、ここが違うのか。それっぽい感じしますよ。ああ、なるほどですね。ああ、これでも難しいですね。これむずいですね。なかなかパッと見で違ってるってわからない。なるほど、なるほど。正直僕視力そんな良くないんで、はい、この距離やったら区別つかない、はい。確かに確かに記号似てますしね。プラスとその、まあ、掛け算ってなるほどなるほど。プログラミングの世界だとこうアスタリスクっていう記号で米印みたいなやつで示すんですけど、うん、拡大するとわかるな、ね、はい、なんですけど、そうなんですよ。結構あの文字をね、読まずに、はい、まあ、読んでるんですけど、はい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 、文字だけ見ても結構分かりにくいんで、まあそうですよね、一応このビジュアルで、うんうん、このビジュアル見ながらノードの名前とか見ながら配置していってるんですけど、はいはいはい、多分その感じで間違えちゃったんですね、はい、いやこれパッと見分からんですね。テキストには何書いてあるんですか。テキストはテキストが分かんなかったんですよね、どこかっていうのが取れちゃうんですか、うん、プラスって書いてあるこれね、追加用ノード、これは多分誤訳やと思いますけど。500なんだこれ。原文だと、はい、あのアディション足し算加算って書いてあるんですよ、はい、でこれこの後多分掛け算の方出てくると思うんですけど、これは乗算用のね、あそこは合ってるんですね。あ、これは僕見ましたでも、うん、まあこれで言うんだったら、うん、加算用濃度のはずなんですよね。あ、なるほど。これじゃあちょっとやってみてもいいですか。あ、こっちの手前ですよね。ちょっと変えてみましょうか。手前の濃度がこれ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 ですね、うん、加算濃度を追加してでナンバーの方が y に来て、ラディアスか、こっちが x に来てます、はいはいはい、でも与えられたのが x に来てますと、はいはい、いう感じ か逆にちょっと離れるな、離れたな加算と乗算が逆だ。あれほんまや、見にくいな。いや分からん。え、途中で逆になってますこれ。あ、でもいなんか途中で入れ替えてないですかこれ、しれっと。本当だ、入れ替えてますよね。本当だ、何これ1番が2つあるわ、むずいや、これ難しいでしょ。これは難しいね。入れ替えるって書いてある？入れ替えるって書いてないと思うけどな最終的にはプラスが後なんですよ。最終的にはプラスが後、うん、みたいですね。こうか、何これ面白いいや難しすぎるって。これラディアスをこう来てそうですね、これをこう、はいはい、そして乗算濃度から加算濃度に x が行って y の方はこれ thickness がね、はい、行くんですよね、こう、はいはい、突っ込まれると。そうですね、こういう感じで合ってますかね。良さげですね。良さげですね。でついにこれがステップの方に行く、はい、ると来たんじゃないですか、これ来たんじゃないですか、はい、いや、ぴったり接するような形で。
や結構難問でしたねこれね。いや難問ですけど内容じゃないとこですからねこれまた、ね、ちょっとまた脇の話になりますけど、はい、それこそこのノードのタイトルって別に自由に編集できるわけじゃないですか、うん、あそうです、ね、極論ですよ、うん、これ編集してプラスにしてこっちで編集してマイナスにあの掛け算にできますよね、うん、もうそうなってしまったら分からんくないですか。あ確かにこれビジュアルプログラミング難しいとこやと思いますね。ましてあのこれをそうやってみてくださいよ一回ちょっと後で直さないと。ちょっと足しにしたらわけわかんない、ね、いやそうですよね。もう効果は全然違います、ね、あちょっと戻しますけど、戻した方がいいですけど、だからここがビジュアルプログラミングの難しそうなとこ、うん、難しいところですよね。ノードのタイトルを例えば、うん、ナーバースライダーからラディアスとかハイトに変えるっていうのはその変数というか、うん、ノードの意味、うん、まあセマンティクスっていうんですけどセマンティクスがあの付与されて、うんあのむしろ分かりやすくなるんですけど、そうですね、あまりにも自由すぎて、うん、こういうところでも、うんまあ、分からなくなるような変え方もできちゃうっていう、うん、本当に寄っちゃいますねそこね。ルール、あそうですね、ルール決めというか、うんまあ、ここは変えないのが当たり前ではあるとは思うんですけど、いやもちろんもちろん、ただねやっぱできちゃうっていうのはやっぱ怖いところですよね。ヒューマンエラーのね、うん、そう温床ですよね。そうなってくるとそのデバッグ作業っていうんですか。そうですね、デバッグですね。何回になっちゃう。いや難しいですね。なかなか難しいと思います。うん、これあと、うん、前回話か忘れましたけど、結局そのかなり苦戦してセットアップというか、うん、その設定しましたあのつなぎ込みしましたけど、うんまあ、本当に中学校レベル の数式で書けるような、はい、あの数列でしかないんです。うんなんかねはい、結局ここでなんかこんだけ大騒動してやった、うんうん、数式にするとすごいシンプルってことですか。そうなんですよ、ちょっとやってみましょうか。まず 2R プラス T しかないんですよね。でこれ要するに円柱ありまして原点があって、うん、R ありますよね、うん、でそこにこれ厚みがあるんで、うん、この厚みっていうのがちょっとね見づらいですけどここいいかですよね、うんまあ、今回1番2番にしますけど、はい、2番目を置く場所って 2R プラス T っていう場所だけずれたところにもう1個目を置きましょうっていう、うん、数式でしかないんですよ、うん、すごい単純なことなんですけど、うん、やっぱりビジュアルプログラミングで表現するとちょっとそれでもすごく複雑に感じてしまう、うん、だからなんか後で出てくるんですけどこういうのはもう、まあ、それこそコードブロックとかを使ってギュッと、うん、まあプログラミングとか、まあ、ソフトウェアの設計の分野で言うと凝縮するとか言うんですけど、はい、凝縮しちゃう方が、うんまあ、分かりやすかったりはしますよねっていう、うん、これがだからビジュアルプログラミング分かりやすいのか分かりにくいのかってちょっと難しい問題なんですけど、うん、こういうちょっと難しい側面もあったりするみたいな、うん、なるほど、まあ、ところもありますね。ワイヤーがあまりにもごちゃごちゃするとちょっと一瞬ウッとなりますね。そうなんですよ、うんはい、でも原因が分かってよかったですね。よかったですね。ここが乗算掛け算ノードと足し算ノードがこの順番が正解ですので皆さんね、注意してやってください、ね、これね、しれっと変えてますから、はい、びっくりしましたね、ねはい、じゃあこれちょっと保存していきましょうと。